シのゲーム部屋。皆さんこんにちは、ケシと申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターやっていきましょう。さあ前回はですね、リクエストでいただいていたティラノサウルスだけじゃなくて、もうトリケラトプスもね改造してくださいっていうコメントをいただいたので、はい、こんな感じでね、トリケラトプスを大型化してサイボーグ化してね、もうめちゃめちゃ強いサイボーグトリケラ作ったんですよ。もうね、ブラキオサウルス5匹なんてね、もうあっという間に倒しちゃうんですよね。はいはい、こんな感じでもうミサイルランチャー、そしてビーム砲、そしてこのね回る刃物とね、もう全身武器だらけ、あっという間にブラキオを撃破。まあこんな感じでですね、このローテーターっていうやつでこのね角を回したり、ここの刃物をね回してるんですよね。いや、これをねもう面白いからどんどん使っていこうと。でね、今回もねリクエストにお答えする形でね何か作ろうと思ったんですよ。何を作るかというと、はい、今日はねパンジャンドラムを作りたいと思います。いやいや、もうできてるじゃん思うじゃないですか。できてないんですよこれ。はい、これをですね動き出すと、はい、こんな感じでねその場でね回っちゃうんですよね。これはねもうどうすることもできない。なぜならば、これにまずローテーターを左右につけますよね。はい、こっち側とこっち側ということでね。でね、これがね同じ方向に回転してくれたらいいんですけど、はい、こんな感じでですね時計回りにしか回転してくれないんですよ。なのでこんな感じでねぐるぐる回っちゃうんですよね。いや、マジでねパンジャンドラムのねリクエストが半端なかったですね。もうパンジャンドラムマジ人気。まあ面白いもんな。ちなみにね、パンジャンドラムってなんやねんっていう方もね、もちろんいらっしゃると思うんですけど、車輪をですね、ロケットモーターで、もう高速回転させてね、でも誘導性がない状態で、もう敵兵に向かって突進させて爆発させるっていうね、まあ、アホみたいなね、兵器なんですよ。僕もね、そんな詳しくはないですけど、さあ、今日はそれを作っていきたいんですわ。はい、まずこの箱にね、このローテーターを、つけますと左右ですね。ほい。そしてこれに、車輪はないので、縦をつけます。はい。半分埋まっちゃってますけどね。で、これを普通にスタートさせると、はい、こんな感じで回っちゃうんですよね。これを一方向にしたいのであれば、動力を片方にして、で、こうして、はい、こうして、で、はい、つけますと、で、これを取り除けば、あれはい、行くぞ。おー、動いた動いた動いた、いいぞいいぞいいぞ。タイヤ歪んじゃってるけど、おー、成功だ。いいね。これで敵兵に向かって突っ込んでいく。パンジャンドラムの試作品が完成したぞ。よしよし、この調子で開発していこう。ゲーム部屋。最後これどうなるのかな、ちゃんと落ちるのかな。おーっと、見えない壁にぶつかった。落ちないね。ウケるなこれ。はい、今度は綺麗に車輪につけましたよ。そして爆薬もつけました。さあ動かしてみましょう。ほら、いい感じ。真ん中も回っちゃってるけど、ちゃんと自走しております。いやー、ちょっとガタガタだけどね、このポンコツさもまたいいね。よしよしよし、これで完成なんじゃないかなと思うんですよね。また落ちるのか。あ、あー、落ちた落ちた落ちた、ちゃんと。おー、爆弾が落ちていく、爆発した、いいじゃん。でもこのパンジャンドラム、さっきちょっとね欠点があるんですよ。これ呼び出す時にね、はい、こんな感じでねジャンプしちゃうの。ちゃん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 ジャンプしちゃうんだよね。これじゃね、狙い定められないんですよね。こうやってさ、敵兵向かって設置しようとしてもさ、こうやってジャンプしちゃって、あ、あー、まっすぐ向いたな。ちょっとずれちゃう時があるんだよね、こうやってね。まっすぐ行ってくれたらいいけど、まっすぐ向く時もあるな。ちょっとまっすぐ向かない時もあるけど、よし、これでちょっと、歩兵に向かって突進させましょう。レディゴー。あれ？逆だったー。逆だったよ。しかもパンジャン同士で爆発してるし。いや、次々と欠陥が見つかるな。行け！パンジャンドラム！いけいけいけ。ああ、敵がね、突っ込んできてくれるから楽だね。おーおー、すげえ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 、いいじゃん。めっちゃ吹っ飛んでるし。いや、こうやってちょっとジャンプしちゃうのがな、残念ですよね。ちょっと本体が軽いのかもしれないですね。そしたらこれに重さがある体つけましょうか。はい、これでセーブして、さあ配置してみよう。ああ、ジャンプしちゃうな、くそ。で、これ取って、あー、あ、なんか挙動がおかしくなってるぞ。飛び跳ねてる飛び跳ねてる。爆弾つけるの忘れた。なんかルン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 パンジャンドラムだな。みんな追いかけてるし。あー、ダメだこれも。よし、せっかくだね、ちょっと爆薬つけて試してみよう。 T-REX も加えて、いけ、ルンルンパンジャンドラム、ルンルルンルルン、ドッカーン。お、 T-REX に効いてねえぞ。T-REX強っ。はい、原因が分かりましたわ。このブロックがね、コアみたいなもんですね。これがね、地面に設置していないと浮いていない状態、
つまり地面についていないと出てきた時にね、縦が地面を弾いちゃって上に上がるみたいなんですよね。なのでこれをちょっと地面近くに配置しなきゃいけない。そこで欠点を私補いました。はい、バンジャンドラムが大型化してしまったはい、下を見るとね、このように本体のユニットがあります。はい、木箱の中を開けるとこのようにダイナマイトが詰まっております。イエーイ、よし、これで突進させてみる。いけいけ。あー、コースが変わった。クソ、コースが変わってしまった。あー、クソ、これも安定しねえな。3台ぐらい用意してみるか。誰か当たれ。あー、みんな横行っちゃう。あー、よー、いった当たった。よし、ティラン倒したぞ。はい、タイヤを増やしました。まあ、シールドだけどね。これで安定するんじゃないかな。よしよし、まっすぐ行ったぞ、まっすぐ行ったぞ。よし、いいぞ。よっしゃー、全員は倒せなかったけど大成功だ。やったぜ。これ大型化しちゃったけど結構いいんじゃない。よし、ちょっとヒドラと戦わせてみよう。レディーゴー。ヒドラに向かって突っ込め、パンチャンドラム。おらー、あ、くそ、ヒドラ強っ。めっちゃ追いかけてる。そんなに、なんかあれだね、あのおもちゃにじゃれる猫みたいだね。はい、落ちたまあ多分ね、遠距離ユニットにはね結構効果ないと思うんですよね。こんな感じでね、破壊されちゃうよね。まあそれはしょうがないな。火事が切れないのがねちょっと残念ですよね。まあしょうがないんだけど、本物のパンジャンドラムもね多分火事切れないと思うんでね、これはこれでいいんですが、火事切れるちょっとパンジャンドラム作ろうぜ。思いついたんだよ、ちょっと。もはやパンジャンドラムじゃないんだけどね。はい、まずスケルトンの足を用意します。その上に箱を乗せてローテーターをつける。はい、スケルトンの足と同じぐらいの高さの盾をつけると、反対側も同じくつけて、で仕上げにね、ダイナマイトですわ。よし、これで完成だ。はい、こっから見たらねスケルトン見えないんでね、実験してみましょう。さあ、反対側のタイヤが回ってない、しかもこれ逆回転だし、あー弱ーくそ、全然じゃねえか。こんな感じでさ、スケルトンパンジャンドラム作ろうぜ。はい、というわけで完成しました、スケルトンパンジャンドラム。よく見ると足が見えちゃってる。でも目立たない。向くと、はい、ダイナマイトが大量に積んであります。たとえ T-REX が斜めにいたとしても、はい、見ていきましょう。はい、こうやって方向転換してちゃんと敵に向かって突っ込んでくれると、ドカーン、爆発力もあるぞ。いいのができた。前から見るとね、足丸見えだよねタイヤで走ってるわけじゃないんだよね。いやでもまあいい感じだ。どんぐらいの人を吹っ飛ばせるのかな。レディーゴー。さあ行け、パンジャンドラム、ドカー。うおー、全滅じゃん。あ、全滅じゃねえか、吹っ飛ばされたんだ。吹っ飛ばされた人に吹っ飛ばされたんだ。なるほど。いや、すげえ威力だったな。おっさん40人みんな一応吹っ飛ばせはしましたね。はい、強い敵を吹っ飛ばしたくなりました。先日作ったですね、ミノタウロスキング、こいつ結構 HP あるんでね、こいつ吹っ飛ばせたらかなりすごいと思います。見ていきましょう、レディーゴー。体型パンジャンドラム吹っ飛ばすことができるのか。とかー、吹っ飛んだー。うおー、すげー、場外まで吹っ飛ばした。これは HP 残っててもダメだ。おお、すげえ。よし、クリーパーとさ、パンジャンドラム爆発させようぜ。さあ、正面調達しろ、お前ら。すごい爆発が起こるぞ。離れてよ。どうかやべえ。例えばさ、こうやって塔があって、上にね、アーチャーがいてさ、こんな感じで敵を狙ってるシチュエーションがあるとするじゃないですか。いや、これワクワクするな。見ていきましょう。いけ爆発するぞ、ドカーすげえ超吹っ飛んでる、やば。いや、白攻めはもうパンジャンドラムで決定だな。いや、さっきのさ、飛ぶパンジャンドラムをこんな感じで配置しまくってさ、この隙間にゴリラを大量配置して、どっちが生き残るかちょっとやってみようぜ。謎の企画。さあ、ゴリラ VS ランダムパンジャンドラム、一体どっちが生き残るか見ていきましょう。レディーゴー。おー、どうなる。おー、始まったぞ。大爆発が始まっている。連鎖爆発を起こしている。おう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 、おお、すげえ。ゴリラ結構残ってんな、意外に。爆発しても耐えてますね。さあ、最後のパンジャンドラム、みんなよちよちとこのパンジャンドラムに。あー、なんだこの寂しい終わり方は。さあ、先日作ったこのミノタウロス軍、これにねパンジャンドラムをぶつけたいと思います。さあ、戦争じゃい。パンジャンドラム第1波、パンジャンドラム2波、3波、9波ということでね、これで絶えずパンジャンドラムをですね、ミノタウロス軍にぶつけたいと思います。さあ、どんな感じか見ていく。さあ、どんな感じなのか。お、なんか
おー、すごいすごいすごい、わー、連鎖爆発ダメだー。なるほど、これはちょっと離さなきゃな。間一個ずつ抜いていきましょう。よし、これでいいだろう。これでやってみよう。レディーゴー。さあ、時間差でパンチャンドラムが来るぞ。さあ、第一波ドカーン。よし、いけ。第二波、二つ目ドカーン。おー、爽快感がやべえ。さあ、第三波、あー、瓦礫にやられてしまった。まだあと一機いる。あと一機で潰すんだ、残りの残党を。あ、ダメだ、固まってない。あー、クソ、足りなかったかー。さあ、これはどうだ。いろんな方向からパンジャンドラムが来るぞ。よし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 、いけ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 。あー、くそー、パンジャンドラムのパーツが他のパンジャンドラムに当たって爆発しちゃっている。くっそー。よし、ランダムパンジャンドラムをここら辺にもういっぱい設置しようぜ。もう敵陣に配置する。もう意味がわからんよし、これでレディゴーどかーあー、もはやパンジャンドラムじゃねえ、普通に爆弾だ。生きてるし、笑ってるなこいつ。はい、というわけで今日はですね、パンジャンドラムを作ってみました。もう回転するローテーターが出てね、だいぶ表現の幅が広がりましたね。これからもね、いろんなものを作っていこうと思います。今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたね。